日本神奈川県横浜市中区時和町時和町は神奈川県横浜市中区の町名。現行行政地名は時和町1丁目から時和町6丁目で、住居表示は未実施。郵便番号は231-0014。面積は0.042平方キロメートル。横浜の管内地区に南東北西に走る南東への方向一方通行の市道の両側に、 沿った約750メートルの細長い町域を持ち、南東が一丁目となる。南東は港大通を挟んで横浜公園に接し、北東は住吉町、南西は小野江町に挟まれる。各丁目の境には1.2丁目境にベースターズ通り、2.3丁目境に関内桜通り、3.4丁目境に関内大通、 4.5丁目坂に、馬車道5.6丁目坂に、博物館通が横切る。4丁目の馬車道には、横浜市営地下鉄ブルーライン、館内駅の出入り口がある。横浜中心部のビジネス街の一角にあり、オフィスや飲食店が多く、1丁目には、横浜 YMCA と東京電力、館内変電所がある。 大田町から港町にかけての各町と同様に1850年から1856年にかけて大田屋新都として開拓された土地で1867年に伊藤誠十郎により埋め立てられ町並みが形成された1871年に現在の町名となる町名は陽極、パチ、僕から取られたが常磐ではなく時はと表記する同年 入船町通りの一部を編入、麻座1から4丁目を置く。1873年、イオイ町から出火した火災で1.2丁目を消失。同年の地区改正で5.6丁目を新設した。1890年には、横浜共同電灯会社が1丁目に100キロワットの石炭火力発電所を開設し、700世帯に電力の供給を行った。 1928年に、時和町通りを大岡川まで延伸した際に、小上江町と境界を変更し、住吉町の一部を編入した。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。なお、4丁目と6丁目は非公表。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。